2番の秋元はまだ7番手、誰も動きません。3番手車間を切った松浦、残り2周を切ります。5番手も車間を切った平原、7番手も車間を切った2番の秋元、誘導との車間も新田は切っています。後ろから一気に秋元スパート、ロングスパートだ。間から5番の平原、そして7番の新田を叩いた脇本です。脇本が今日も主導権取り、番手はすんなり4番の稲川、そして3番手はうまく5番の平原がダッシュ、8番の稲垣が一社遅れて4番手、その後ろやってきました松浦、そして和田のラインが3番手まで接近、残り2周、残り 200m。 さあ先頭は脇本から番手3番の松浦がさばいて、インコース稲川遅れて4コーナー直線、後ろから和田健太郎がやってきますが、2番脇本完全優勝のゴールイン。脇本完全優勝。1997年吉岡俊正さん以来23年ぶりの宮記念杯完全優勝、逃げ切り。では2番脇本、そしてもつれたところアウトコースからまくり上げて、そして追い上げる形になった3番松浦、そして9番の和田、初タイトルを目指した和田も圏内でしたが、外を1番さあ7番手から7番の川口が上がっていく、3番手からはそれに気づいた8番の藤根も踏み出していますが、さあ3コーナーから2センター、6番の高橋も突っ張れたいせいか、そこを強引に抑え込んで8番の藤根、さらに外から7番の川口が出て赤番の周回です。7番の川口が出ました、1番の竹内2番手、おっと4番の山口と美が離れている、3番手には8番の藤根となって打賞が入りました。岐阜勢は川口、竹内で逃げる展開になって、3番手が8番の藤根、それから2番の渡辺春人も残りは1周です。川口誠司が先行していく、さあ後方から5番短期の岡本壮がまくってくる、岡本まくってくる、岐阜勢は早くも1番の竹内が発進してバックストレッチ先頭に立った、2番手が5番の岡本壮、それから8番の藤根、3番手2センターから4コーナーに向かっていく、先頭は竹内だ、竹内先頭4コーナー回った、この後ろ5番の岡本壮、1番5番でゴールイン、3着8番の藤根。4コーナー回って残りは2周、赤番のホームです。8番の吉川希望が中段に上がって、2番の脇本勇樹は逆に車を下げました。前受け3番の下岡勇樹、その下岡が突っ張るか、あるいは8番の吉川希望が叩き切るか、8番の吉川希望ができりそうでしょうか。ジャンで抑え切りました8番の吉川希望、吉川希望が出て下岡勇樹、これで中段の4番手、そして2番の脇本勇樹は後方の8番手になっています。3対4対2の形でレースは最終周回、2番の脇本勇樹ホーム8番手からまくり上げますが、現在は1車2車進んだところ、1センター4番手から3番の下岡勇樹まくっていきますが、今度は内切り込んできた9番の竹内、今度は番手から4番の奥手亮、奥手亮の番手まくりです。これを追っていくのは内から9番の竹内康介が外目、もう一度踏み込んでくる2番の脇本勇樹、脇本勇樹が再度踏み込んで2番手まで上がってきました。直線コース番手まくり、4番の奥手亮、4番の奥手亮がどうやら振り切っての V、 2着に2番の脇本、あとは9番の竹内か。三谷誠司、残りは2周、赤番のホームです。後ろ攻めからまずは奈良勢が切りました。2番の伊藤勇樹、この奈良勢を追って現在3番手外目あたり、3番手内目に6番の南淳、後方1番中西大、2コーナー回ってバックです。赤番で切った7番の中井俊介、これをジャンで抑えています。2番の伊藤勇樹、8番の小島啓司がそのマーク、
5番の北野武史が3番手。ここを一気に1番の中西大がかましていきます。ジャンの4コーナーかましきって最終周回、伊藤佑樹は3番手、そして7番の中井俊介6番手、6番の南純は後方8番手、一気にかましました1番の中西大、マークは9番の西岡翔一、そして3番手からまくれるかどうか2番の伊藤佑樹、後方8番手からは6番の南純、南純まくってきますがまた後方だ、6番手からは7番の中井俊介のまくり追い込み、2センターから4コーナーカーブ、先頭1番の中西大直線コースに向いてきます、先頭中西、そしてマークから9番の西岡翔一追い込んだか、外目には7番の中井。